bald kunan via Fujiyama zean. Mit diesen Nebel ist das unmöglich. Obwohl Fujiyama der schönste Berg der Welt ist. さてこれは今から140年くらい前の日本。年号でいうと文久元年のこと。長崎から横浜へ向かう船に乗っていたのは30年ぶりに日本を訪れたフランツ・フォン・シーボルトとその息子アレキサンデル。はい、では初めから。もうすぐ富士山が見えますね。残念だが、この雲では無理だろう。世界で一番美しい山だが。シーボルト先生ですね。はい。私、ジュヌビエーブと申します。先生の書かれた日本は素晴らしいですわ。あの本のおかげでヨーロッパ人がこの国に。うわっ、横浜には居留地もできて、日本は文明国の仲間入りをしようと必死ですわ。はあ、今やどの国もこの日本を食い物にしようとしている。そしてこの国の人々も我々の猿真似をするように。あ、からくり人形。まあ愛らしい。ないじゃないか。かかとあったぞ。お前西洋の女にはかかとないって言ったじゃねえか。え？あの子たち何言ってんの？どうしました？いや、忘れていたよ。子供たちのこと。この国は30年前とちっとも変わってはいない。行くぜ。後に息子アレキサンデルが書いたシーボルト最後の日本旅行はこの事件に何も触れていません。でもシーボルトはこの旅から5年後、美しい平和の国へ行くと言い残し、微笑んで息を引き取ったと言います。あれ、なんだよそれ。あ、かかとの履物を持ってたはずなんだけど。でもなんか得しちゃった。わっ、ゼンマイ切れちまった。こぐぞ。あっ、ここは三河の国宝来寺。東海道の脇街道秋葉道の中ほどにあります。
徳川幕府に保護され、1500石の寺領を持つこの寺のすぐそばにある村で、秋の収穫祭りが始まりました。この村に住んでいるからくり使いの子どもたちは、毎年お祭りでからくり芝居を演じます。みんなそれを楽しみにしているのです。ここもとご覧に入れまするは、南総里見八犬伝は第一巻。富山堂の谷にござい。富山の洞窟に魔剣八つ房と暮らす伏せ姫が、その最後にどのような奇跡を見せますか。さあご覧あれ、ご覧あれ。出てきた。教えてないの？あんな、お兄ちゃんでしょ？しょうがないな。つまんねえ話、つまんなくない。さあ、巻くだぞ、火を。ああ、巻く。これからだぜ。面白いな。動きじゃない。これじゃ話の筋がめちゃくちゃになってしまう。なんだよ話の筋って。こっちの方がいいに決まってんだろ。悪いことしたわけでもないのに死ぬなんてへんてこりだ。祭りや人が集まる場所には、何度禁令が出されても博打場が開かれました。博徒たちはここぞとばかりに村の若者たちをカモにします。いや、ついてるね、お兄さん。さぞや名のある都政兄さんでしょう。お名前など聞かせておくんなせえよ。え？どうしたい？その面は。こいつの体、石みてえだ。待ちやがれ、この野郎。さあ。カラクリ？ガキか。しょうがねえだろ。子供じゃ入れてくんねえんだから。そういう問題か。大人をコケにしやがって。お世話に子供が追っかけられてるぞ。おい、誰か助けてやれよ。むちゃ言うな。あいつら刀振り回してんぞ。 おいヒヨ、行くな行くな。危ねえぞ。やめろ。なんだガキか。刀なんか振り回すな。ヒヨ、ダメよ。何のまねだ。人形遊びなら他でやれ。遊びじゃない。マユ、ヒヨを見なかったか。さっき走って行ったけど。どこ？大社の方。お墓かな。どうかな。どうしたの？
うん、あいつ人形でさ。ひよ、母ちゃんに謝ったか？謝るようなことはしてない。ベンベラボー、喧嘩に使っただろうが。そうだよ、うちの父ちゃんにいつも言われてんじゃない。からくりは人を傷つけるのに使っちゃいけないんだよ。人を傷つけるためになんか使ってねえ。ふん、どしどし。え、ひよ、マヨ姉ちゃん、だってあいつら刀持ってたんだ。刀振り回して追っかけてたんだ。それがどうしたってんだよ。刀で切られれば死ぬんだぞ。しょうがねえだろ、そんなの。嫌なんだよ、人が死ぬのは。母ちゃんが夏に病で死んだ時だって。ってなんだよ。嫌なんだよ。だからカラクリを使ったんだ。父ちゃんだったら絶対いいって言うぞ。父ちゃん、父ちゃん帰るくるる。鉄、帰るくるる。マスラオが旅に出たまま、この夏にマサゴもなくし、子供たちだけでは不便もあろう。だがカラクリを戦に使ってはならん。はい。カラクリは力にあらず、ただ祭りのために用うべし。カラクリは力にあらず、ただ祭りのために用うべし。ヒヨ、何をしている？だってさ、よくわかんないんだもん。祭りのためってどういうことさ。祭りは祭りだ。そんなんじゃわかんないよ。それに、あんなに虫食いだらけじゃ当てになんないだろ。ヒヨ、いい加減にしなさい。ヒヨ、待て。申し訳ありません。ヒヨは父親に似とるな。は？マスラオもな、虫食いだらけと言いおった。それのどこがいけねえんだよ。おーい、ヒヨ、マチの父ちゃんに叱られたのかい？獅子の母ちゃん。まったく、しょうがねえな。誰も直そうとしねえんだからな。こっちの方が前のより面白いもんな。立派だね。何は？お前さんのからくりの腕は大したもんだ。何やってんだよ、俺の母ちゃんだぞ。そんなことは分かってな、ビンビラボーン。ビンビラビンビラボーン。勝負するか。ない、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 ない。どうしたの？俺のからくりだ。それ俺のだ。何すんだ。ヒヨ、これは預かっておくぞ。なんだだよ。お前はこのカラクリを獅子との喧嘩のために使ってる。いいだろう。もっと楽しいものを作りなさい。お前は得意なはずだ。喧嘩じゃねえ。うん、ヒヨ、逃げたかと思ったぜ。さあ、かかってこ。あ、勝負しねえのかよ。おい、はあ、てめえ。ちょっとヒヨ、そっちはダメよ。ヒヨ、どうする気？昔屋城に入るつもりか？姉ちゃん。鉄、お前は帰れ。誰にも何も言うなよ。ホムラを動かす。ああ、ホムラってご神体だろ。ご先祖様の作った大からくり、前に父ちゃんが言ってた。でも動かせなかったんでしょ。
動かせるさ、俺なら。なんで？あ、大変。狼が火付け？獣からくり。これただの出汁じゃねえかよ。これが本当にご先祖様の作った穂村なの？こいつが動いたらすごいぜ。父ちゃんも言った通りだ。あ、マヨ姉ちゃん。ヒヨ、マチちゃん、シスちゃんはどこ？晩ご飯持ってきたから、これ食べて帰りましょう。なんでここは？あ、テズ！ヒヨ、ホムラは父さんにも動かせなかったの。これはただのご神体なのよ。だから…やだ！俺は動かしたいんだ！これは絶対に動く！父ちゃんはそう言った！俺は父ちゃんを信じる！俺は…ダメだなんて言ってないわ。やってごらんなさい。でも朝までに動かせなかったら二度とここには来ないのよ。分かった。なんでこりゃ、ガラクタばっかりだぜ。こんな村に大頭が恐れるような奴らがいるのか。お前たち何者だ、こんなことをするなんて。これで全員か。赤、あいつがいない。あいつ子供だ、まだどこかにいる。嵐さん、子供など問題ではありません。何です、爺様。シャイ、こやつらはわしら木の民を狙っておる。え、この村はわしらが守る。お前は子供たちを連れて逃げよ。しかし。逃げてマスラを頼れ。俺は奴を探す。ここはお前に任せる。こやつらはカラクリを戦に使うことを選んだ木の民。どうぞご自由に。行くぞ。お前たちは戦ってはならぬ。逃げ延びよ。でも。おう、何やってる。抜け、シャイ。獅子のことも頼むね。これだ、これがゼンマイの入れ場所だ。くそ。いるのか？兄ちゃん。どうなってんだ。母ちゃん！待ちなさい！爺様は私に言ったんだ。みんなを連れて逃げようと。でも…まずい、私たちを探しているやつだ。見つかったら終わりだぞ。急ごう。さあ兄ちゃん、あと頼むね。姉ちゃん。ヒヨ、朝までに動かすって約束したよね。だからそれまで私が引きつけておく。これが穂村の全敗なのか。穂村は動くって言ったろ。これだ。
キヨ、走れ。やった。待て、どうやってここから出す。知るか、そんなこと。走れ、ホムラ。浮かぶだけのからくりか。落ちたところを捉えろ。みんな達者でね。風神っていうからくり使いたちだった。なんとか逃げ延びた俺たちだけど、獅子と町が村に戻っちまった。風神に捕まった二人を助けるためには、もう一度大からくり小村を動かすしかない。次回、からくり記念飛行戦記第2話。見よ、これがからくりだ。からくりはちょっぴり歴史を変えるかもね。